はい、皆さんこんばんは。明るく楽しくマニアック、指揮作曲分泌ネット音楽解説の徳岡直樹です。さて今日はやや短縮サイズの動画ですが、1954年最晩年のフルトヴェングラーを追いかけたいと思います。この動画制作にあたっては、最近発行されたこの CD セット、フルトヴェングラーセンターによる1954年最晩年の大工の録音を2つ、夏のバイロイトの大工、正確には2回目のバイロイトの大工ですね。そして夏の終わり、8月22日、フルトヴェングラーがこの世を去る約3ヶ月前のルツェルンの大工。これが新たにセンターが保有するテープからお届りされて、新しいマスタリングで再販布されたんですが、これを聞いているうちに晩年のフルトヴェングラーということを考えるに至った。今までの動画でもお話ししてきましたけれども、フルトヴェングラーは当然ながらこの年、現世に別れを告げるなんて予想もしていなかったはずです。ということは、現在残されている1954年の録音の数々、これフルトヴェングラーの最後の演奏になるなんて本人は思いもよらなかったはずなんですね。そして1954年の録音も、まず先入観なしで聞いてみると、大変熱気、活気にあふれた演奏がたくさんある。もちろんパッと聞きですと、演奏の標準的なテンポっていうのはやはり落ちているものがあります。しかしこれって何もフルトヴェングラーに限ったことではない。指揮者でもピアニストでも、晩年になって風格豊かな演奏を聴かせるとともに、その演奏の標準的なテンポが全体的にゆったりしたものになっているっていうのはよくありますよね。そしてそのテンポの変化、その演奏家が若い時に聴かせた演奏と晩年になって到達した境地、それが深い音楽的感動を呼ぶものもあります。まあ中には弛緩したと思われるような演奏もあるかもしれませんね。はい、というわけで今回は様々な可能性を考えながら、ディスコグラフィー順にフルトヴェングラーの死の年1954年の録音を1点ずつ見ていきたいと思います。さて1954年の年明け、フルトヴェングラーはインフルエンザで伏せっていたなものですから、フルトヴェングラーの1954年の指揮活動再開って2月末の EMI へのウィンフィルトのレコード録音だったんです。規模の大きいものとして有名なのはベートーベンの第5交響曲ですね。ところがこれ、私あまり好きとは言えないところもある。これ以前は1947年5月のベルリン復帰の第5と比べて、とても同一指揮者の棒によるものとは思えないなんて言われていた。確かに演奏内容は対極と言えるほどにそのスタイルが異なる。それはそうなんですけれども、この1954年のセッション録音、一概に晩年のフルトヴェングラーのベートーベン第5とくくってしまえない。なぜかというと、この2ヶ月後の1954年5月4日のパリでのライブ、5月23日のベルリンでのライブと、演奏日の隣接した他の2つの公開演奏が残っているんですが、これがまたこのウィンフィルトのレコード録音の第5とは全く違う演奏になってるんです。まあレコード用録音と公開演奏ではそれは違いもあるでしょう。さらにもっと言いますと、この1954年2月から3月にかけての録音の中では、このベートーベンの第5ってあまり本領発揮の演奏ではないかもしれない。同じような晩年の風格を感じさせる演奏なのに、例えばリヒャルト・シュトラウスのドン・ファンとかティロ・オイレン・シュピューゲル、まあこの2つにしてもドン・ファンの方が私いいんじゃないかと思うんですけれども、そしてワーグナー、ローエングリンの第一幕前奏曲なんか、ウィンフィルの弦楽器のサウンドが際立っていますよね。まあこれステレオ録音ではないので、クレンペラーのような立体感や奥行きまでは聞こえてこないんですけれども、これはいい演奏だと思います。そしてウェーバーのマダンの射手序曲、大戦中のライブや1952年12月のベルリンフィルのライブ、特に12月8日の演奏が見事なんですが、この最後の年のレコード録音もいいですね。あとグルックが2曲録音されています。この1954年フルトヴェングラー最後のレコード録音、何が面白いかというと、やはりその時代の録音技術的に見て当時最先端のものである。簡単に言えば音が素晴らしくいいんです。ということはオーケストラの音もフルトヴェングラーの音楽表現もよりリアルに確かなものとして聞こえてくるっていうことですよね。これら大変有名な録音ばかりですから、皆さんおそらく聞いたことのあるレコードだと思います。改めてお勧めする必要はないかもしれませんが、 EMI セッション録音の名曲集、今一度聞き返してみられてはいかがでしょうか。
ちょっと打足ですが、この時のベートーベン第5を聞いていると、この後フルトヴェングラーがもっと長生きして、正式にベートーベンの交響曲第2番、7番の再録音、8番、そして第9を正式に録音したとしても、まあ、こんなこと軽々には言えないんですけれども、果たして我々が期待したようなものになったかどうか。加えて、もしかしたらバイロイトの第9が存在しない世界になっていたかもしれないということ。私先日 YouTube でちらっとタイムマシン、タイムスリップの解説を見たんですけれども、もしもフルトヴェングラーが長生きして EMI できちんとベートーベン交響曲全集を完成させていたら、その後音源、レコード化の歴史っていうのは全く変わったものになっていたはずなんです。そこまでいかなくてもフルトヴェングラーが亡くなった後にウォルター・レッグがどうしてもフルトヴェングラー式の第9をレコード化しなきゃということで、実際には演奏内容は優れているとされたルツェルンの第9がもし1955年当時レコードになっていたとしたら、果たしてバイロイトの第9と同じぐらいの歓迎ぶりを受けただろうか。クレンピラーも一度、モノラルと合わせて二度ですね、 EMI のためにベートーベンの7番を録音し、最後の最後1968年に再びベートーベンの7番3度目の録音を残してるんですよね。あのめちゃくちゃに遅いテンポの演奏です。あんな風にもしフルトヴェングラーが1956年57年あたりにウィーンフィルと LP レコード用にということでベートーベンの7番を録音し直していたとしたら、果たして現在聴くことのできる1950年演奏よりも優れたものになったかどうかはわからないですね。さて話を進めていきましょう。その次は3月20日、なんとベネズエラカラカスに客演してベネズエラ交響楽団と野外コンサートを開いています。これ公平に聞きますといろいろ問題がある。オーケストラの水準も微妙なんですが、実はこれアマチュアオーケストラみたいな賢明さがあって、それがブラームスの交響曲第1番なんかで意外な濃厚さを聞かせるという面白い記録なんです。ヘンデルの合奏協奏曲2短調、リヒャルト・シュトラウスのドンファン、ブラームスの1番、そしてワーグナーのタンホイザー序曲。はい、これ非常にユニークな記録ですよ。こういうオーケストラを指揮していてもフルトヴェングラーの刻印がどのように現れているのか、テンポや響きにどのようにフルトヴェングラーのテイストが現れているのかというのが興味深い。その意味で注目アイテムということができます。こちらがイギリス教会から最初に登場した LP レコード、そして CD なんですが、 CD ではヘンデルのコンチェルトグロッソを聴けません。もし手に入るのであれば、このイギリス教会頒布の CDR、もしくは日本教会の CD、 これ全曲を聴けるだけではなくて他を圧する鮮明なしっかりとした音源で聴くことができます。これ見つけたら買いですよ。ただし R 版の場合きちんと再生できるかどうかを確認なさってください。その10日後、1950年3月30日にはシュトゥットガルト放送交響楽団との演奏会。これ晩年のフルトヴェングラー定番のプログラム、自作の交響曲第2番とベートーベンの交響曲第1番が組み合わされたコンサートです。これ半年後の9月19日20日のフルトヴェングラー最後のベルリンフィルコンサートのプログラムと同じなんですが、このシュトゥットガルト演奏素晴らしいです。今日最初に申し上げますけれども、とても白鳥の歌と呼ぶことのできない勢いもエネルギッシュなところもある大変ノリの良い演奏です。フルトヴェングラーのあのうねるようなオーケストラの各セーブやテーマの絡み合いが濃厚で、得体の知れない凄みを聞かせてくれる名演なんです。それも特にフルトヴェングラー作曲の第二交響曲、一度聴いてみられてはいかがでしょうか。何かここにすごいものがあるという感覚が伝わってくると思います。CD はいろいろあります。市販版ではこれでしょうか。これは日本フルトヴェングラー協会の頒布 CD、 そしてマニアックな方にはこの録音、ラジオ放送局が保管しているオリジナルの音源テープを使った唯一の LP レコード、フランスフルトヴェングラー協会の制作頒布したレコードをご紹介しておきます。これ収録内容のポピュラリティなんでしょうか、だいたい3000円くらいで状態の良いものが今でも手に入ります。
さて、この後4月に入ってですけれども、ここでも結構豊作ですよ。注目演奏がたくさんありますが、まず4月10日、ウィンフィルトのブルックナーの交響曲第8番。これ私好きな記録です。これ4種類残されているフルトヴェングラーブルックナー8番の最後の演奏ですが、なんというかな、一番風格豊かでフルトヴェングラー特有の追い込み、テンポ加速の度合いが少ない、全体にどっしりとした運びの演奏です。まあこれも宇野さんの影響だと思うんですが、ブルックナーは何でしたっけ、ソナタ形式の表現を盛り込んではいけないとかなんとか珍妙な説がありましたよね。宇野さん曰くクナッパーズプッシュとかマタチッチとかテンポをあまり揺り動かさないブルックナーが正しいみたいな。これも皆さん決して正しい見解というわけではない、あくまで一つの考え方に過ぎません。だって20世紀に入ってすぐブルックナーと直接関わりを持った指揮者やオーケストラがいくつかブルックナー交響曲の録音を残していますが、当時のいろいろな録音の制限を差し引いたとしても、そうそう壮大で一貫したテンポの変化のない演奏というわけではない。まあ録音そのものが正しい解釈を伝えるとも言えませんけれども、どちらかというと壮大スケールのブルックナーって1960年代以降に定着し始めたスタイルじゃないかという気もするんです。まあこれはいろいろな考え方があるでしょう。しかしこの1954年4月10日のブルックナー8番いいですよね。これレコード化された当初はそれまでのフルトヴェングラーの8番とあまりに演奏スタイルが違うので、これフルトヴェングラーではないのではないかとか、テンポが遅いから実はこれはクナッパーズプッシュの指揮したものではないかとまで言われてましたね。他にもブルックナー特有の改訂版、楽譜の問題もあったんですけれども、結局この演奏の時に使われたパート譜というのが発見され、それも裏付けになって今現在ではこれ間違いなくフルトヴェングラーの演奏だとされています。初出以来 CD もたくさんありましたよね。私聞いた中ではアンダンテのセットが最高でしたし、マニアックな面ではこの SACD ORF オーストリア放送協会のオリジナル音源を使ったフルトヴェングラーセンターの反譜版、これは貴重だと思います。さて、それに続いてウィーンで演奏されたのがバッハのマタイ受難曲。1954年4月に4回上演されています。面倒なのはこの4回の公演で、公演日によって少しずつカットのされ方が違う。まあそれはいいでしょう。この4回の公演のうち3回の公演が録音されたそうで、今現在は2種類の演奏を CD で聴くことができます。こういう対策になるとどちらがいいとかって簡単に言いにくいんですけれども、私はこのオルフェオのウィンフィルライブ集、これで聴けたバージョンに改めて感動しました。音も良かったですし、昔聴いた時のような過剰なドロドロしたものという印象が全然違ってた。メンゲルベルクのマタイも実は濃厚なのはソリストの歌いっぷりであって、メンゲルベルク自身は結構くっきりとした運びを作っている。でここでのフルトヴェングラーも実はそうだったんです。このマタイについても詳しい解説動画を作りたいと思っているものなんですが、これ動画にするとなると長期計画が必要なんです。とりあえずこのマタイ、まだ聞いたことがないという方、一度聞いてみられてはいかがでしょうか。繰り返しになりますが、このオルフェオセットでお聞きになることをお勧めします。さてこの後ですが、4月27日以降5月末までベルリンフィルトのヨーロッパツアーがあります。4月27日のベルリンでのコンサートはツアー出発前の、まあ、ツアー準備的なプログラムで、この日の曲目を5月3日のパリで吉田秀和さんが聴いておられる。そしてこの時代ゆえなんでしょうね、各地の公演がラジオで中継されて、録音もコンサート全体が残されているものがポツポツとあります。まずツアー出発前の4月27日のコンサート、思いっきりゴージャスな当時のベルリンフィルの重厚ストリングスによるヘンデルのコンチェルトグロッソ、そしてブラームスの交響曲第3番。ヘンデルとブラームスは LP レコードの時代からドイツグラモフォンで出ていましたね。そしてブラッヒャーのコンセルタンテムズィーク、リハルト・シュトラウスのドン・ファンとワーグナーのトリスタンとイゾルデ、前奏曲と愛の詩。この日の公演全体的に非常な高調子のコンサートですよね。
実は1952年以降のフルトヴェングラーは難聴が次第に悪化して、耳の聞こえ方の良い時とそうでない時で演奏の出来栄えにも開きがあると言われる。確かにそうなんです。それで言うと、この4月27日のベルリンコンサートは明らかに成功の方ですね。ブラームスの3番は個人的な好みなんですが、実はあんまりピンとこない。もちろん第3楽章なんか見事な味わいの演奏ですが、第1楽章そしてフィナーレなんかちょっとガチャガチャしてる。部分的に綺麗なところもたくさんあるんですが、フルトヴェングラーのブラームスって私の好みで言うと4132かなという、すいませんちょっと正直すぎますね。それからこの日のトリスタンとイゾルデもいい演奏ですよね。対戦中の生めかしい演奏とはまたタッチが違いますが、これも最晩年の傑作だと思います。さて、その後録音が残されているのが5月4日のパリ公演2日目。5月3日の初日の方は4月27日のベルリンと同じプログラムだったんですよね。そして録音が残されたのは2日目公演です。ウェーバーのオイリアンテ序曲、ブラームスのハイドン変奏曲、そしてシューベルトの未完成とベートーベン第5。これについては以前お話ししましたが、シューベルトの未完成が別格。フルトヴェングラーの残した未完成の中では最も魔力、魅力あふれる名演奏です。凄まじいですね。ここでもまたこの未完成、白鳥の歌とレッテル貼りできない演奏の一つです。あ、でもこれ白鳥の歌という言葉をどう理解するかですよね。最晩年だからこそこのような演奏ができたということもできますから、あくまで白鳥の歌というのをこの場合やや衰えを聞かせるものというネガティブな意味で捉えております。そしてこのパリでのベートーベン第5もいいというファンもあるんですけれども、確かに2月3月の EMI 録音よりはずっと活力ありますし、実際いい演奏なんですが、この後さらにすごい第5が出てまいりますので、そちらをお楽しみに。このパリ公演の後は5月14日のイタリアトリノでのコンサートです。これ録音の残され方が状態が良くないのが残念なんですが、曲はパリ公演と同じくウェーバーのオイリアンテから始まり、ブラームスの3番、シュトラウスのティル・オイレン・シュピーゲル、そして最後にやはりトリスタンとイゾルデの前奏曲と愛の詩。このブラームスの3番、音の状態が良くないのであまり確かなこと言えないんですけれども、4月27日のベルリン本拠地公演よりもいいと思ってます。第一楽章展開部やクライマックスなんて怒涛の迫力ですよ。このブラームスの3番はこのターラ版で聞き直してみられることをお勧めします。このトリノのブラームスの3番、LP レコードの時代から公開されてましたけれども、状態良くなかったですからね。これではちょっと演奏の実態を聞き取るのは、演奏の魅力を聞き取るのはか、難しかったと思います。私自身そうでしたから。そして翌5月15日がスイスのルガーノでのコンサート。ミラノからスイス国境に入ればルガーノすぐですから。ここでベートーベンの田園、定評あるモーツァルトのピアノ協奏曲第20番、ピアノはエドウィン・フィッシャーの代理のイボンヌ・ルフェビュール、そしてリヒャルト・シュトラウスのティル・オイレン・シュピーゲルも演奏されています。ここでもまたフルトヴェングラーは明らかに向上しですよね。田園、細かい点についてはこちらの動画をご覧いただきたいんですが、とにかく王子のベルリン・フィルの音楽の勢い素晴らしいですよね。第5楽章嵐の後の感謝なんか感動的だと思います。そして定番のモーツァルトのピアノ協奏曲第20番。フルトヴェングラーの演奏としてはまあ忘れがたいものなんでしょうけれども、これ全く別の機会にさらに優れた録音が残る可能性もあったと思います。意外かもしれませんが、フルトヴェングラーが指揮したモーツァルトのピアノ協奏曲って数自体が少ないですし、演奏回数も少ない。1952年1月27日のパウル・バドゥーラ・スコダとの22番の協奏曲なんて、おそらくフルトヴェングラーの生涯でただ1回の機会だったと言われてます。実はこの20番確かに素晴らしい演奏なんですが、このヨーロッパツアーではこのルガーノでしか演奏されていない曲ですし、弦楽器バイオリンの高音域なんかがかなり荒い演奏です。
まあそれと音楽的な感動は別ですし、この希代の名曲とフルトヴェングラーのトラジックなムードっていうのがピタッと合った演奏ではあります。いや、私も大好きなんですよ。この録音も残っていてよかったと思います。しかし、例えば対戦中のベルリンでケンプやギーゼキングとの共演が残っていたら、どんな演奏になっていたかなと想像してしまったりもする。まあでもこれやっぱり聴いておくべき演奏ですよね。これもまた一つの音源しかないのに、レコード、CD が多岐にわたって出ている。まあ細かく見ていくとその中の差もあるんですけれども、長くなりそうなので、これはまた生放送でお話しいたしましょう。さてその次、これはすごいです。このヨーロッパ演奏旅行を終えて本拠地ベルリンに戻ってきての公演、1954年5月23日ベートーベン田園と第5の2曲のみ。ツアー中に繰り返し演奏したものですし、アンサンブルの決まり具合も素晴らしい。そしてこの品格といい、演奏のまとまりといい、音色といい、フルトヴェングラーが戦後作り上げてきたベルリンフィルの最高のサウンドが聞けます。これもまた白鳥の歌とは言えないです。フルトヴェングラーの記録充実の名演で、妙な言い方ですが非常にモダンな演奏です。もともとのフルトヴェングラーの熱狂的な要素、盛り上げ方というのもあるんですが、それを超えた全体のまとまりの見事さがある。これカレヤンの1950年代のベートーベン演奏に通ずるものがあるんです。こういう造形上の立派な完成度というのが現れつつある時期の演奏、これ結果としてフルトヴェングラーベルリンフィルの最後の田園運命になった。このあとフルトヴェングラーが長生きして、さらにどんな田園第5を聴かせたのかにももちろん興味はありますけれども、私はこの演奏の後、ベルリンフィルがカラヤン時代を迎え、1957年の東京演奏を含むカラヤンの田園第5に、ここで聴ける数々の要素がどのように引き継がれていったのかに興味があります。フルトヴェングラー最晩年、1954年のベートーベン演奏として傑出したものとして挙げておきます。さてこの演奏の後になると、もう夏のザルツブルクですね。まずウェーバーのマダンの写手全曲、序曲すごくいいです。そしてドン・ジョバンニ、これもようやくきちんとした1954年の上演ライブが聴けるようになったのって1986年あたりだったでしょうか。全体としてはどちらの演目もなかなかのノリですが、やっぱり聴いていてドン・ジョバンニ、これ素晴らしいですね。そしてこの上演の最中、8月9日にはフルトヴェングラーはバイロイトで2回目のベートーベンの第9を指揮する。そして8月22日にはスイスのルツェルンでもフィラーモニア管弦楽団と同じく第9を指揮する。まず2度目のバイロイトの第9についてはこちらの動画をご覧ください。今日お話ししたいのはこの2つのこの世を去る3ヶ月ほど前のフルトヴェングラーの第9です。まず私がおすすめしたいのは8月22日フルトヴェングラー最後の第9、 EMI のウォルター・レッグがレコード録音用に結成したフィルハーモニア管弦楽団、主にカレヤンの薫陶を受けていたレコード録音のための機能美集団的な実力を蓄えつつあったオーケストラです。このルツェルンの第9の面白さは、こうした伝統のない新生オーケストラがフルトヴェングラーの指揮に従いながら音色とか木管楽器のソロの見事さ、それもモダンなクールさを持っている。全体に音のまとまりやアンサンブルがくっきりしている、そういう機能美を備えたオーケストラをフルトヴェングラーが指揮して、しかも第9を演奏しているから面白いんですね。もちろん演奏そのものも見事で感動的です。で、このルツェルンの第9についても個別の動画を作っておりますので、ぜひこちらをご覧ください。そして今回フルトヴェングラーセンターから刊行されたこの新しい CDR 3枚組セット、これフルトヴェングラー夫人エリザベートの手元にあった音源の直接コピーです。アナログでコピーを重ねたものではありますけれども、オープンテープのダビングですから、それほどクオリティが落ちているとは思えない。特にこのルツェルンの第9は品のあるセンターのマスタリングで、特にルツェルンの第9はエリザベート夫人が直接手元に置いて聴きながら第一級の演奏、録音テープが残っていますが、ソリストの一人が同意をくれないためレコードができないんですといった、まさにそのもののテープの音を聞くことができるものです。
ルツェルンの大学にはバーゼルの放送局に保管されている音源を使った CD もありますけれども、まあ、音というのは聞き手によって好みがありますし、また最近ではどんな形にも響きを作り変えることができますが、これまでいくつもの LP、CD を聴いていた耳からすると今回もまたセンター版の音作りは素晴らしいと思います。しかしこれまでのセンター版をお持ちの方に改めての買い直しまでは進められないところもある。1954年2回目のバイロイトの大空では、私今でもこの CD が最高だと思ってます。でも以前のセンター版 CD はもう品切れですから、これからフルトベンガラー夫人所蔵の音源クオリティで聞きたいという方にはこの最新リリースをお勧めしたい。しかもこの CDR 原品をお申し込みになられた方に限り、追加料金でハイレゾ音源も購入できるそうです。そしてこのように情報たくさんの解説ブックレット、さらにこれ点が込んでますね。54年バイロイトでのフルトベンガラーの大工コンサートのプログラム冊子の丸ごとコピー、丸ごと復元ですね。これは楽しい企画だと思います。というわけでルツェルンの大工の方は文句なく素晴らしいんですけれども、これに先立つ1954年8月9日、2度目のバイロイトの大工、先般市販版が登場しましたけれども、結局これまでのクオリティを超えるものとは思えなかった。入手する機会の少なかったディスクですから、一般のファンには手軽に買えるものとして歓迎されると思います。しかしそれでもなお、私個人はこの50年のバイロイトの大工を一番状態よく聴くことができるのは、このセンター2度目の CD と今回の CDR ですね。これ状態の良い音源が残っていないので仕方ないんですけれども、拍手が数秒間残っているというタイミングからしても、これまでレコード化 CD 化されたものはまず間違いなく同じ音源を使用したものだと思っています。残念ながら50年のバイロイトの大工は放送されていないようですし、前日のリハーサル風景とともに会場内での記録用音源しかないみたいです。これ以上良好な音源で聞くことは多分不可能ですので、個人的にはこのルツェルンの大工と組み合わされたバージョンをお勧めします。と言いますか、これがあればもういいと思います。さてこの後フルトベンガラーはザルツブルクに戻って、映画ドン・ジョバンニのサウンドトラック録音、まあ、この録音にもちょっとした謎があるんですが、そして8月30日にウィーンフィルを指揮してベートーベンコンサート、大フーガと交響曲7番8番、もう亡くなるちょうど3ヶ月前の演奏ということになります。この時の7番の第2楽章なんか聞いてみてください。偶然なんでしょうけれども、ものすごく思い入れのある演奏になっています。そして残るは9月19日、ベルリンフィルトのベートーベン交響曲第1番、今日ご紹介した3月30日のシュトゥットガルトコンサートと同じく自作の第2交響曲と組み合わせている。しかし録音が残っているのはベートーベンだけです。実はこの時フルトベングラーの難聴は相当に悪化していた。第2交響曲の出だしってファゴット1本の弱奏から始まるんですが、それが指揮台のフルトベングラーには聞こえてなかったらしいんですね。そんな状況の中、9月28日から10月にかけてウィーンで EMI のためにワーグナーのワルキューレ全曲を録音します。しかしこれもどういう理由によるのか、実は LP レコードの最終面約20分間分が実はカラヤンの指揮によって完成されたものであるという根強い噂があった。
1952年のトリスタンとイゾルデの全曲録音では、老齢で高音の出なかったフラグスタートのすぐ後ろにシュワルツコップが立って、その音を代わりに歌った。フルトベングラーはそれを知ってたんですね。しかし、ワルキューレには、なんと皮肉なことに、クライマックスをカラヤンによって完成されたという噂がつきまとっているんです。この件につきましては、またいずれ私の見解をお話ししたいと思っています。はい、今回は駆け足でしたけれども、フルトベングラー最晩年、1954年の演奏録音を振り返ってみました。結論として、晩年のフルトベングラーは、引退はともかく、自らの死を意識していたわけではなかった。フルトベングラー夫人がお亡くなりになった時に、階段から転げ落ちたことをきっかけに、エリザベート夫人は一切食べ物も取ろうとせず、ひたすら死に向けた心構えを見せた。その様子を見た家族は、ああ、ウィルヘルムと同じだね、と言った。フルトベングラーは気管支炎を発症、それから急に体力が落ちていったんですが、その後はというと、エリザベス夫人と同じだったんですね。フルトベングラーを見た医師が、死ぬことを決意した患者は、どんな医者であっても助けることはできない、と言ったのは、そういうことだったんです。自ら死を受け入れるということ。では最後に1954年のフルトベングラーの数々の録音の中でも特におすすめする3点を挙げておきましょう。まず5月4日のパリコンサート、シューベルトの未完成ですね。そして5月23日のベルリンコンサートでのベートーベン田園第5、そして4月27日ベルリンでのワーグナートリスタンとイゾルデから前奏曲と愛の詩、別格としてルッツェルンの第九を挙げておきましょう。それではまた。